こんにちは、大和駅研究家の三笠玄山です。はい、今回はですね、こちらに書いている50代以降の開運度がわかる天神門線ということでね、50代以降にどういうふうに手相がなっていくのかと。でこれは昔ね、まあこの大和駅とかで、江戸時代とかには武士の人とかがこれからどうですかって言って手相を見てもらってたんですね。で武士の人が手相を見るときっていうのはやっぱり一番大事なのはその家柄とか、どういうふうに生まれてこれからどうなるのかっていうとこじゃないですか。ということでこの天文線っていうのをすごく見たわけです。でこの天文線が綺麗に一本スーッといってね、この人差し指と中指の間ぐらい登ってたら、成功間違いなしみたいな形で言ってたので、もともとこの、天文線っていうのは、まあ、父親のねエネルギー、要するに家柄っていうのは父親で決まるじゃないですか。お父さんが武士だったら武士だし、お父さんが僧侶だったらね、自分も僧侶を継がなダメだし、お父さんがもし宮司さんだったらね、神社を継ぐとか、そういうやっぱお父さんの家、名前もお父さんの家を継ぎますからね。だからそういうので見たわけです。でもしも次男三男だったらどっかに養子に出されるとかね、分家になるから、で長男だったらまともに継ぐからという形でここの線を見て、その線の形で見たんですけども、今の時代はちょっと違うじゃないですか。だからもうこういう今の時代はその江戸時代とかそういうのではないので、どちらかといったら大事なのはこの神門線を見ますね。でこの神門線っていうのはここに書いてるように、天門線は家柄とかそういう目上から引き上げてもらえるかという、これね引き上げなんですけど父親の線で、でこの地門線っていうのはどちらかといったら母親の線で、自分の健康とか愛情とかね、慈しみの心とかそういうのを表すんですね。皆さんが50代からの開運っていうのはもちろん健康であるっていうのが大前提ですけど、健康であるっていうのであれば次どこを見るかというとここなんですよね、神門線で。この神門線の見方は簡単で、昔のその江戸時代の鑑定家がしてたやり方っていうのは、ここから線が行ってここが起点です。で岸から始まって最後停止って言うんですけど、始まりから終わりがあって、どこへ向かってるかを見るわけです。ここから始まってます、これがずっとずっと行って、ここからずっとねまっすぐの方に行くということは、これは禄がある、そこそこ財産を集めれると。だからこの神門線っていうのは商売人の線とも言われてます。知恵線、要するに稼ぐ力とか、うまく自分がその社会の中でやっていけるという、人のために何かを役立って、まあそのおひねりをもらうということですよね。こういうので見るんですけども、この線がねここからぐっと下に落ちてたとしたら、この人はずっと落ちてたら自分の世界には入れるんですけど、禄がない、要するにあまりお金が貯めれないと見ます。で逆にここからこの線からまっすぐ行って、もう一本線がね視線で上にクッと上がってたら、これは名声とか名誉とかそういうのが立場がつくので、立場がつくと当然発信力強くなるからね、当然そういう依頼が増えるじゃないか。有名な人のやっぱり弁護士さんとか税理士さんのところにみんな行くので、有名な人のところにはね仕事増えます。こういう形でここに線が上がってくると、その人の知名度が高いし、もしくはここにしっかりとした線があったら自分のアイデアで稼ぐと。ここにね、この線がこのように2つに分かれてたら自分の好きな世界観で稼ぐと見れるんですけど、もしもこれしかなかったら、こういう形の人は、ちょっと気をつけて、自分は好きなことはするけども、もう利益とかお金なんて関係ないっていう風に取りがちになっちゃうので、ちょっとそういうのはね大丈夫ですかっていうのをこう見てた。まあ、武士の人はちゃんとここからぐっと綺麗に1本上がってて、この次のここの線もねそれなりにあれば、あいいですねっていう形で、こういう形で見てたわけですね。これがまあ昔のその天文神門地門という形で、今でいう運命線とか頭脳線とかね、生命線とかそういう主要線なんですけども、環状線とかね。だけど昔の人はこういう形で父親の線、母親の線、自分自身のその知恵、努力の線、自我の線という形で見たのでね、また一度こういう風に見ても面白いのかもしれません。だからここにねラッキー M があるとね、素晴らしいっていうのは、父と母と自分のパワーが全部、まあ、バランスよくありますよっていう形で見れるので、まあ、そういう意味で一回自分のね感情線だからとか頭脳線だからとか言うんじゃなくて、ちょっとそれは父親のエネルギー、自分の自我のエネルギー、
それから母親のエネルギーっていう形でね、見るとまた線のね、違った見方もできると思うので、そちらの方でね、また見ていただければと思います。で、こういうのね、楽しくいろいろやってるのは日曜日の朝、ズームで勉強会してますので、もしよかったら、参加していただいたら、その勉強会の中でのことのね、質問とかもできますので、遊びに来てください。メルマガ登録してもらったら、ズームのね、その招待状をお送りしてますので、お待ちしてます。